スタジオレイン。なんでまだ追いかけてくるんだよ。来るな、追いかけてくるな。なんだよお前、そこどいてよ。私、私は、なんでもない。いいからあっち行け。来た。どいて、逃げるのに邪魔。いや、お前何して、なんでそっちに行ってるんだ。そっちはあいつらが来ちゃう。私を守る？何言ってるのお前。助けなんかいらない。そいつは自分だけで逃げられる。なのになんでお前が私を守るなんて言うの？っていうか、お前何なの？それに、あいつらは強いよ。どうなっても知らないぞ。何者？あいつらをやっつけるなんて。お前本当に何なの？あいつらをやっつけて、そんな怪我して。こんなに怪我して、血もいっぱい。あ、倒れた。おいって。勝手にそんなことになっても、私は知らない。お前が勝手にやっただけだ。私を助けてもいいことなんかないぞ。お前もあいつらと同じだな。私が獣と人間のハーフで珍しいからって、私を狭いところに閉じ込めて意地悪するんだ。そうだ、私を助けようとしたんじゃなくって、私をあいつらから奪おうとしたんだろう。違う。私を助けたい。違う。絶対違う。信じろ。あいつらも同じことを言ってた。でも結局、私を捕まえて。捕まえて。思い出したくもない。じゃなきゃ、私がここに逃げるのも知らなかっただろう。偶然？すごくよくできた偶然だ。そんなわけないじゃん。私が珍しい生き物だって知って、そうやってよくわからない優しい言葉をかけるんだ。あいつらと同じだ。あいつらはこうも言ってた。お前は珍しい。高値で売れるし、研究もできるし、増やせるかもしれないって。恐ろしいだろ。だから、そうなる前に一人で逃げてきたんだ。本当は、ここからずっとずっと遠い山でのんびり暮らしてたのに。毎日毎日原っぱを走って、山を登ったり降りたり、駆け回って楽しかったのに。だけど、お前ら人間に奪われた。何もかも。ねえ、なんで私を助けたの？お前には助ける必要も何にもなかったよね。
あいつらをやっつけてくれたことだけは感謝する。ありがとう。けど、お前のことも信用できない。だから、お前のことも、ここでやっつけてから、私は逃げる。私に関わって、早死にしちゃうんだろうけど。だけど、不運にあったと思って。え？早くやって、さっさと逃げろ。お前、行きたくないのか？そうしなきゃ。私を助けた意味がないし、不運だとも思ってない、だと。おいお前、巣はどこだ？案内してくれれば、私が連れてってやる。重いから、無理。私は獣だ。お前くらいなんともない。しっ、ほら、軽々も出た。おい、しっかりしろ。家まで返してやるから。こっからどっちだ？お酢の匂い、お前の匂いだな。じゃあ、寝かせるぞ。ふぅ。ほら、お前の巣に着いたぞ。え？ベッドに寝かせてほしい？ああ、あれか？よいしょ。よいしょ。ふぅ。これであとは、怪我、治さなきゃか。なあ、人間はこういう時どうしてるんだ？人間は傷口を舐めたりしないんだろう？それとも私が舐めても平気？あそこの箱？あ、ちょっと待ってて。はい。これ。ああ、なんか白い布を巻くのか。ふーん。それで大丈夫？そっか、それはよかった。それじゃあ、私は、これで出てく。どこに行くのか？故郷に走って帰る。もう一度捕まる？じゃあ、どうしろって。お前、ここに私を置いてくれるのか？いいって。お前、私のことが怖くないのか？さっきお前を殺しかけたんだぞ。私がメスだからって、油断していないか？
お前なんか、私の牙で一撃だぞ。喉にガブって噛みつけば、お前だって他の動物みたいにイチコロだ。する気もないくせに？この、そうだよ。する気はない。わかった。でも、お前から手出しはするなよ。わかったな。よし。なら、ここにいてやってもいい。一応、礼も言っとく。ありがとう。なあ、私のこと、本当に何にも聞かないのか？ほら、例えば、故郷での話だとか、私自身のこと、とか、聞かれたくなさそうだった。いや、そうだな。お前になら、助けてくれた礼に話してやってもいい？って思って。聞きたい？そっか。私は、多分ここからずっとずーっと遠い場所で暮らしてたんだ。多分って、多分だよ。あいつらに捕まった時、何か黒い布をかぶせてくるし、周囲もあんまりよくわからなくて、結局、匂いもわかんないんだ。ここら辺も匂いがきつすぎて、どっちに私の巣があるのか。そうだったら、ここから出て行ったら、どこに行くつもりだったか？そう言われてみれば、確かに。ああ、そうだな。確かに、お前の巣にいさせてもらった方が、確かに良かったかも。ん？巣じゃなくて、家？ああ、家か。人間は自分の巣のこと、家って言うんだったな。そっか。そんな大事なところに、私を入れてくれたんだ。ん？ああ、それで、私が住んでたところの話？うん。ずーっと広くて、木も仲間も獲物もたくさんいるんだ。毎日狩りをしたり、遊び回ったり、喧嘩したりで、楽しかった。戻りたいけど。でも、今はどうなってるんだろう。戻ればいいって。私がこっちに来る前から、なんだか人間たちがよく森に入ってくるようになったんだ。それで、どんどん木を切るし、仲間を殺していくし、森をめちゃくちゃにして。もう、今戻っても、森が残っているかどうかもわかんない。仲間の元に戻りたい気もするし、見たくない気も。うん、私の仲間？ああ、同じ獣だ。私と同じような姿をしてるのかって？確かにそう言われてみれば、私よりももっとこう、毛がぶわっさーって生えてた気がする。そうそう、全身を覆ってて、
柔らかくて暖かそうなやつ。私もいつか生えるのかなって思ってるんだけど、ほら、私は頭しか今は生えてないし、他のところは全部生えてない。ん？このやたら長い毛しか生えてないぞ。信じてない？なら今からこのよくわからない布を取ってみせようか？ほら、足もそうだけど、ここも、胸もみんな生えてないんだ。遠慮する？ほーん。ん？なんだ？なんかお前、照れてないか？いや、わかるぞ。そういうオスの匂いがする。そういう話はやめろ。まあ、わかったよ。ん？それに、お前っていうのもやめてほしい？わかった。君。なんだかこっちの方が、親しい感じがするね。で、何の話だっけ？毛の話をしてて。そうだそうだ、仲間の話だ。そうそう。でも、仲間は私のこと、捕まえたり、仲間外れになんてしなかった。毎日毎日、楽しく、やってたんだ。なんでだろう。ちょっと違うくらいで、大騒ぎする人間とは、大違いだ。なあ、君から見て、私って、そんなに、変？だって、ほとんど姿形も変わらないし、ただ耳だけがこう、君らのは顔の横についてて、私のは上についてるっていうだけだぞ。それが、いい？いいって、何がいいの？君のだって別に変じゃないでしょ。そういうことじゃない？やっぱりそうでしょ？変じゃないでしょ？そうだよね。そこだけで特に何にも変わんないよね。ほんと、わけのわかんない人間だよ。ありがとう。なんだかいろいろ喋れてすっきりした。実は、まだなんか不安だったんだ。だけど、君にいろいろ話せて、不安も消えた。さっき、助けてくれたお礼に、何かしよっか。何がいい？何かすごい獲物でも取ってこようか。ここら辺山とか森がないみたいだけど、きっと何かの主がいるんでしょ？だったらそういうのを取ってきてもいいよ。そういうのはいい？じゃあ、何がいいの？私、正直言って、それ以外は
何もできないよ。さすがに、つがいになんて、早すぎるし。え？ああ、いや、いや、なんでもない、なんでもない。別に、無理しなくてもいい？いいや、こういうお礼は絶対に返す。じゃあじゃあ、何かしてほしいことは言ってくれ。ん？耳かき。耳かきって、なんだ？耳に棒を突っ込んで、ゴミを取る？ほう、わかった。これが、耳かき棒？先っぽが曲がってて、変な形。じゃあ、耳かきするぞ。通りづらい。よし。じゃあ、こうしよう。よいしょ。よし。じゃあ、この膝の上に頭を乗せて。いや、そうしてくれないと、耳かきできないよ。もう、別にいいよ。少しぐらい、体触っても。そうじゃないと、耳かきもできないし。ほら、早く。よしよし。よく見える見える。どこまでやればいいんだ？奥まで突っ込むと痛そうだけど。あ、やっぱり。危ない。本当に奥まで入れるとこだった。じゃあ、入れてみるから、教えてくれ。ここ？まだ、入る？そーっと、そーっと。ああ、ここまで。わかった。じゃあ、こっから上のやつ、取るね。カリ、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 カリ。痛くは、ないよね。あれ、人間の耳の中も、それなりに、柔らかいよね。だよね。じゃあ、優しくやってくから、痛かったりしたら、言ってよ。じゃなきゃ、傷つけたりしたら、お礼じゃなくなっちゃうから。
ごめん。変なため息出ちゃった。やっぱり山が恋しいなって。仲間たちとわーって走り回って獲物を追いかけてるのが一番ドキドキしたんだ。その後は巣に戻って分け合って身を寄せ合って眠るの。今、君がこうしてるみたいに。うん。弟分みたいな子がいたんだけど、そいつらがわって集まってきて、ペロペロ舐めてきたり、私が座って休んでたりすると、こうやって膝に寄ってきて、スリスリしてくるんだよね。その時はくすぐったかったりするから、やめろやめろって言って逃げちゃったりしたんだけど。でも、今思うと、もっとギュッてしてあげればよかったなって。今の君そっくり。だから、もう少し。ありがとう。こうしてると全部思い出せそうな気がする。なんだかまた私がしてもらってる感じ。君はどう？こうしてると何か思い出す？私、多分君よりも年下だと思うけど、ママだって思うんだ。こうやって耳かきしてもらってたの？そっか。やっぱり、そっちの方が上手？そうでもない？なら、甘やかし合おうよ。俺はいい？もう、オスの意地ってやつ？なら、私は遠慮なく、いっぱい、耳かきしちゃおう。だって見た感じやっぱりちゃんと取らなきゃだなーって思うけど。そうだよ。何と勘違いしちゃったの？もしかして甘やかしてくれるとでも？どっちなの？耳かきしてほしいだけなのか、他のぬくもりが欲しいのか、はっきりしないと耳かきささっとやって終わっちゃうよ。まあ多分そこまで早くは終わらないけど。
取れる。ねえ、君ってこの中にずっと溜め込んできてたの？そうじゃない？ほーん。でもお耳にこんなに詰まってるとなんだか音が聞こえなさそう。だって穴が狭いし狩りとかできないよね。そうじゃない？だって大変だよね。遠くにいる獲物とか敵の音とか聞き取れないでしょ？そんなことはめったにならない？ならないのか？君には敵はいないの？ほら、やっぱりいるじゃん。耳が聞こえないと、それこそすぐに獲物にされちゃうぞ。そんな心配はない？なんだかわけわかんない。あ、わかった。もしかして君がここの主なのか？ああ、なるほど。だからさっきもあいつらを撃退できたのか。それなら、納得。あ、そっか。お前は自分の縄張りに入られたことにも怒ってたんだな。それはそうだ。私たちだって縄張りを荒らされたら怒る。なるほど。さっきまでおかしいなーって思ってたの。全部わかった。え？違う？じゃあ、本当に、なんで？本当に、助けるためだけ？あそこにいたのは？たまたま通りかかった。なんだか信じられないな。まだ私のことを君のものにするつもりだったって言われた方がわかるんだけど。ほら、私はメスだし、君はオスだし。仲間にももうそろそろ子作りだなって言われてて、実感が湧かなかったんだけど、君が助けてくれて、自分の巣まで連れてきたっていうことは、私だってそう簡単には許さないよ。まず君が私にふさわしいオスかどうかちゃんと見極めてから、ゆっくり決める。今はどうか？教えない。
これぐらいかな。ほら、いっぱいゴミが取れた。狩りの成果はバッチリだね。次？おお、この後ろのふわふわのやつ？なんか、うまそうな匂いがする。あ、これ何？私が取ってた鳥みたいな匂いがするんだけど。もう、まあ、これだけじゃ美味しくなさそうだし。いっか。鳥の毛なんか耳に突っ込むの？もうなんででしょう。もしかして鳥になりたいとか？なら私嘘嘘。君を食べたら、共食いみたいになっちゃうじゃん。でも、他に何かある？あ、耳の中でも、ふわふわーって、触りたいの？人間って、不便だね。毛が生えてるのも少ないし。そっちから見たら毛が生えてる方が大変そう？そんなことはなさそうだけど、すごくあったかそうだし、このプニプニした部分が出てるの、なんか変な感じするし。だから私はモフモフしてる方がいいなって思うんだけど。君はどうなの？プニプニしてた方がいい？今のもいいけど、モフモフもいい？人間って欲深いんだな。これぐらいでいい？そっか。じゃあやめる。じゃあ次は左に。何？ふうふうしてほしい？耳に息を吹きかけるの？本気？仲間にも鼻息でやられたことあるけど、なんかゾワゾワって
てしない？それがいいの？まあ、してほしいって言うなら、してあげるけど。後悔しないでよ。私なんか、これやられたら、もうそいつに噛みついちゃうけど。まあ、好きならいいや。じゃあ、左もやる？うん。じゃあ、左向いて。それじゃあ、左耳もやってくよ。ガリ、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 ガリ。私をここにいさせてくれる？いや、その別に大したことじゃなくって、いや、なんでもない。興味があって、私を連れ去ったやつらをぶっ飛ばしたやつの体、少しだけ触ってみたいなって。もちろん私のも少しぐらいなら触っても。でも耳と尻尾以外、それ以外なら。じゃあ、触る、ね。これが、オスの胸。硬い。私のは、すごく、柔らかくって、ふにふにしてるんだ。なんだか、最近、大きくなってきたし。やっぱり強いやつって、体も、大きいよね。私の群れのオスも、体全身、すごく、硬かった。一回だけ、ぎゅって抱きついたことがあったんだけど、
それと同じ感じがする。スリ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 。終わりすぎてた。感想？君の体の？ちゃんとオスなんだなって思った。それだけだから。それより、ほら、私どこに行けばいいかわからないから、それまではここにいさせてくれる？君にとっていいメスになるから。そこまでしなくていい？そっか。じゃあ、甘えさせてもらおっかな。よろしく。あ、その代わり、耳かきとかで君を癒せるように頑張るから。これぐらいでいいよね。よし。じゃあ次はこのふわふわね。入れるよまだ聞いてなかった。これ、結局、何のために入れるの？だって、鳥になりたいわけじゃないんだよね。え？ちっちゃいゴミを取るため？ちっちゃいの、ね。最初からそう言ってくれれば、さっきもちゃんとやったのに。右耳、ただひたすらぐるぐる回してただけだよ。ちゃんと綺麗にしようって寄ってたわけじゃないし。それでもいい？そうなんだ。まあ、それならいいけど。じゃあ、
あともう少しやるね。耳かきおしまい。大変だった。狩りよりも細かかった。あ、そっか。あとはお耳ふうふうもだったね。うん。本当に好き？大丈夫？無理してない？やってほしいの？ふーん。まあいいけどさ。じゃあ、するよ。しまーい。本当に気持ちよかった。まあならよかった。ん？あ、もう寝るの？そっか、もうそうだね、寝る時間。ね、ねえ、私も一緒に寝てもいい？いや、その、なんていうか、ね、やっぱり、まだ、その、怖くって、夢にあいつらが出てきたらって思ったら眠れないかも。だから一緒に寝てほしいんだけど、いい？うん、ありがとう。それじゃあ私もここで横になるね。よいしょ。あったかい。すっごくふかふかで気持ちいい。これなら、そう。助けてくれて本当にありがとう。逃げてた時、本当はもうダメかなって思ってた。あいつらいっぱいいるし、逃げてももっと早いやつで追いかけてくるから、いっそのこと。あいつらをやっつけてくれたから、すごく嬉しかった。まあ、警戒してたのも、ほんと。だって君がいきなり出てきて、やっつけるんだもん。びっくりしちゃった。けど、今はすごく心強い。
あの場所に君がいてくれてよかった。私は他の子たちと一緒にギュッて固まって眠ってたけど、君はダメだよね。ダメじゃないよね。それとも何か感じる？もしかして。君ももう寝ないと怪我治らないよ。ちゃんとゆっくり休んで、明日も元気にならなくっちゃ。逃げてるとき怖くてどうしようもなかったけど、君と出会えてよかった。お願いだから、私のこと裏切ったりいじめたりしないでね。じゃあおやすみ。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいです。それではまた次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう。